私も福島,福島にいて福島の現実の中にいると今おっしゃったようにこの状況って思うじゃないですかでもこの人多分最先線にいると思うんですよ田さんはまだでも,、うん、でも東京で例えば霞が関の役所のど真ん中にいたりとかすると、うん、あの関係ないんですよね福島のことがこれはもうびっくりするほどですよああそれはほ当にびっくりするほど、うんうん 小出沢だって、まあ、ヤンキー別にここ映るわけじゃないですよ小出さんと私2年前に対なやった時に、うん、言ったでしょ前小出さんとねもうあらゆる論点でもう平行線全然歩み寄るとこなかったんだけど最後の最後のね、えっと、私は当時あの設立しようとしてた。 やつかななってたかな要するにあの規制庁規制委員会っていうのは、まあ、この事故の反省に基づいてやっぱり福島に置いた方がいいんじゃないですかって話した、うん、こういうそうですねでも規制委員会規制庁ぐらいでは生ぬるいですと言ってね国会を福島に持っていきましょうって言ってそこだけちょっとだけ一致したんですよ。ね、そそそれれは素晴ららしい,、はい、いやこ,こ,これだけじゃなくて復興庁から 霞が関特に経産省とかもみ、ね、あ,あと原子規制委員会ね,ね、まあ、もうもう絶対絶対福島とか特にあの第一原発の見えるあの J ビレッジとかに置くべきですよ。九州あ,ありますよ。いや<れ>ありますよ。それは出先ですよ。それ <laughs> しかも <laughs> しかもあのあの保安員がそうだったように一番最初にスタコラスせたと逃げる人たちじゃないですか。見てた見見てました。でしょ。見て目の前撮っていきました。えー、<laughs> でも,も本当に見てたの。ニーパパーでしょだって。